皆さん、行動ぶっ飛ばしてますか？って、ダメですよ。安全運転ですよ。よく行動で飛ばしてる人いるけど、そういう人は大概サーキットに行くとヘタレみたいですよ。自動車レースの最高峰はご存知、フォーミュラワン、F1 ですよね。好きなドライバーはいますか？誰ですか？そんな F1 の過去最高のマシンは一体どれなのでしょうか？今回は伝説の名 F1 マシン5選です。マクラーレン MP44 MP44 が登場したのは1988年のこと。今は既製でなくなったマルボロカラーが鮮やかでした。すでに伝説となっているこの MP44 のエンジンはホンダ。マクラーレンホンダは16戦15勝という偉業を成し遂げたのです。他のチームが完全に戦意喪失となるような実勢、そしてドライバーはアイルトン・セナとアラン・プロスト。最強最速のマシーンに最強の2人のドライバーが乗っていました。唯一勝てなかったイタリアグランプリでもセナが周回遅れに絡まなければ圧勝のはずでした。この年は最後までセナとプロストが火花を散らしてタイトルを争うという F1 史に残る戦いが繰り広げられた。奇才ゴードン・マーレーが設計したシャシーに日本最強ホンダエンジンが搭載された最強マシンなのです。今の日本人はこの当時のマクラーレン・ホンダを望んでいます。今はまだまだ厳しい状態ですが、復活を信じています。ウィリアムズ FW14B といえば、一言で言うならばまさにハイテク。当時の最先端技術が埋め込まれた傑作マシーンなのです。空力の天才ニューウェイがデザインし、アクティブサス、パワステ、セミオートマなどなどありとあらゆるハイテク機能が満載の超絶マシーンです。 FW14B の強さの秘訣は何といってもアクティブサス。電子制御されたサーボバルブによってアクチュエーターの油圧をコントロールすることができ、車速やステアリングの打角を検出し、コーナー角と車速から必要なダウンフォースとそれによる車体変化を想定して車高を積極的に変更させ、常に理想的な車高を保つことで必要なダウンフォースを得ながら、直線ではよりパワーを効率的に活用できるというまさに夢のような技術でした。マシンの戦闘力のあまりの違いにアラン・プロストは1年間の浪人を受け入れてウィリアムズと契約。アイルトン・セナに至ってはノーギャラでもいいから乗りたいと言ったほどです。実際に当時の上昇マクラーレン・ホンダを打ち破ったのがこのウィリアムズ FW14B でした。16戦15勝のマクラーレン MP44 だろうが、純粋な最速マシーンは1992年の FW14B にはかなわないという人たちが大勢います。しかし残念ながらアイルトン・セナはこの最強マシーンを手に入れた年に悲劇に遭ってしまいました。フェラーリ F2002 F1 を一時期退屈なものにしてしまったといえば、このフェラーリ F2002 が強すぎたからかもしれません。 F1 史上最も偉大な記録を残したドライバーといえば、誰もが知っているであろうミハエル・シューマッハです。ドライバーズチャンピオン7回、
通算優勝91回、通算 PP 獲得69回という輝かしい成績です。その名の通り、2002年に登場した F2002、 シューマッハはシーズン前線完走、前線表彰台という安定感を見せ、ナイジェル・マンセルの記録を更新する年間11勝を達成したのです。まさに皇帝にふさわしい最強マシン。これこそ F1 史上最強マシンという人は多いですね。タバコ広告の規制には賛成なんですが、やはり F1 マシンにはあった方がかっこいいですよね。シューマッハは事故により昏睡状態が続いています。今では息子のミックが偉大な父の後を追いかけているのです。レッドブル RB6。 2010年の RB6 にはブロウン・ディフューザーという魔法のようなシステムが使われていました。マシンに取り入れたのは、ご存知、空力の天才ことエイドリアン・ニューウェイです。これは排気口をディフューザー付近の非常に低い位置に設け、エンジンの排気をディフューザーに直接吹きかけることで、ディフューザー周辺の空気の流れを高速化し、ダウンフォースを増加させるものです。この方式自体は目新しいものではなく、ニューウェイは前任マクラーレンで2001年まで採用されていたものでした。このディフューザーの効果もあって、大幅な空力レギュレーション変更前よりもストレートは時速15キロくらい遅いにもかかわらず、なんとラップタイムは1秒前後速いマシンになってしまいました。もはや空力の力こそが F1 勝利のための絶対条件。 V8 エンジンの RB6 ですが、 V10 エンジン搭載車よりもラップタイム的に速いとまで言われました。最終的にシーズン9勝、19戦中15ポールポジションを獲得し、セバスチャン・ベッテルがドライバーズチャンピオン。チームはコンストラクターズタイトルとダブルタイトル制覇をもたらしました。現代 F1 ながら他チームに1秒以上差をつけることもしばしばあり、 2.4 リッター V8 エンジン 18,000rpm と馬力がかなり落とされながらも、オーストラリアとハンガリーでコースレコードを記録。恐るべきマシン、そしてニューウェイ、恐るべしなのです。メルセデス W05。 2014年に登場した W05 は圧倒的な強さを誇り、19戦中優勝16回、ポールポジション18回、ワンツーフィニッシュ11回とシーズンを通して圧倒的なパフォーマンスは発揮。1988年のマクラーレン、2004年のフェラーリのシーズン15勝、同じく MP44 のワンツーフィニッシュ10回という記録を塗り替え、ポールポジション回数は2011年の RB7 と並ぶ最多タイ記録となった。中盤戦でマシントラブルが頻発することもあったが、序盤での5戦連続ワンツーフィニッシュや終盤での4戦連続ワンツーフィニッシュなど完全にシーズンを席巻。ロシアで3戦を残してコンストラクターズタイトルを確定させた。優勝回数ではルイス・ハミルトン11勝、ニコ・ロズベルグ5勝と差がついたが、ロズベルグが10回の2位表彰台など、確実にポイントを積み重ねていたため、ドライバーズタイトル争いは最終戦までもつれ込み、優勝を飾ったハミルトンが自身6年ぶり2度目のドライバーズタイトルを獲得した
W05 の最大の強さの秘訣は、なんといっても圧倒的なパワーエンジン。メルセデスはフェラーリ、ルノーなどといった他メーカーよりも100馬力以上優れていたという噂もあったほどです。いかがでしたか？ F1 の世界はとんでもなくすごい場所。一周1分30秒くらいで走って差が 0.1 秒とか、素人にはありえない正確なドライビングが要求されるのです。しかしそんな F1 も最近ではファン離れが加速しています。日本でも地上波で放送しなくなってもう何年経ったことか。ファンを熱くさせる F1 の復活を期待したいですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。